M8 ショータイム二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい。今日、何から喋ればいいの、これで抜けがいいと、なんか時事問題的なことを喋りたくなりますよ、そうですね。で時事問題っていうことでもないんですけども、まあ今2021年の2月で、まあ決算期いろいろ忙しくて忙殺されて、なんかそのよくこうやって YouTube で喋ってる人って、なんか万能感ありませんか、見てる人たち、僕が見てる人だと、例えばそのホリエモンだとか、落合陽一だとか、いろんなそのきら星のごとくいろんな人が喋っていて、そういう人の話を聞いていると、なんか悩みがないんじゃないか、って感じたりするんですよ、っていう。ここでもまたその YouTube で喋っている、でも僕はどちらかというと、悩みを抱えたまま喋っておりますと、なのでスタンスとしては一緒に、まあ、聞いてくださいというところです。僕の悩みを聞いてくださいと、で昨日よく落ち込んだ時に、お風呂でなんか落ち込んだ時に聞く曲とかってやりながら、それをコメントを上げてるのもセットで見ることが多いんですね。で昨日見ていたのは中森明菜の曲、要は落ち込んだ時に聴く曲っていう中で、中森明菜っていうのが目に入ったんです。出てきた、はい。で中森明菜といえば、私が昭和49年生まれなんですけど、ちょうど小学校3年生、4年生ぐらいの時に大スターでみたいな、うちの母ちゃんがよく聴いてました。え、そうなんですか、はいはい。ご自身はあんまり。僕はまだ3年生ぐらいはそんなに。あ、そうですか。僕はもう明菜ちゃん大好きで、でずっと聴いていて、で、まあ、今は、なんていうんだろう、あんまりメディアでは出てこない。あ、出てこない。あまり我々テレビで見る人とか、あまりそんなに熱心でないファンには届かない、届かないです。届いてこないですよね、多分それはあれはやってるんですよ。あれどういう名前だったっけ、リサイタルじゃなくて、セミナーじゃなくて、3万5千とかでよく、ホテルとかでディナーショー、ごめんなさい、ディナーショーとかではよくいらっしゃる、でもまあそのディナーショーもなんか急遽キャンセルになったみたいな、まああまりだから僕の中ではその、これがニュースかって話なんだけど、中森明菜さんとエニアグラムで繋がらないかな、タイプ4なんじゃないかなっていうのを、我々よくエニアグラムの話をよくする、で、中森明菜さんに届けとか思いながら、ちょっとその中森明菜さんがカバー曲をいろいろ歌っていて、その中で残酷な天使のテーゼ、エヴァンゲリオンの、これちょっと今時事問題っぽくなってましたエヴァンゲリオンの曲を歌っていて、やっぱりそのコメントもセットで見ていくと、なんかその本物よりも本物っぽいとか、聞きたくなりましたねっていうのが上がっていて、それは僕も、いやそれは別に高橋洋子さん全然素晴らしいです、っていうコメントじゃなくて、何ですか、重ね合わせるんですよね、自分と中森明菜さんの、なんていうんだろう、エヴァンゲリオンの曲と中森明菜さんの今までの人生みたいなのを重ね合わせて見てしまうっていうところないですかと。だからよりなんていうんだろう、凄み、だからそのどっちがエヴァンゲリオンとして、エヴァンゲリオンの曲として本物かっていうところじゃなくて、その中森明菜さんの凄みとか、中森明菜さんのって言われると僕あんまりよく知らない。あ、そっか。だからその、なんかその大スターの時期があって、ある男性アイドルとの別れがあって、でそのアイドル全盛期からそのちょっと、自分の命をみたいなところがあったりとかっていう、そういう壮絶な人生と
壮絶なエヴァンゲリオンのみたいなのを重ね合わせて見てしまうっていうのがあるのかなと思ったんですね。でちょうど今映画で、あのまあエヴァンゲリオンじゃないや、中森明菜聞く人は多分その世代ですからね、はい、知ってる世代、はい、でちょうど今映画で、ヤクザと家族っていう映画がやってるんですね、これがあの舘ひろしさんと、まあ、主演は主役はあの綾野剛さんなんですけど、で要は、まあ、ヤクザも、暴対法とかで今、あまりもう存続が難しくなっていくっていう映画の中で、その舘ひろしさんは、その終わっていく、あの組の組長役なんです、っていうのも、なんていうんだろう、いろんなあの好きな評論家の方とかが語っているのは、それもその、石原組が、では終わっていく舘ひろしさんと重ねて見てしまうっていうのが今ちょうどなんかその、昨日その話を聞いた後で、僕はその中森明菜さんのエヴァンゲリオンを聞いて、あ、確かにそういう重ね合わせるところってあるよねって思ったんですよ。で今日ここでちょっと議論したいのは、隊長とそのプペルの、ね、話をしていたところ、そのロンブーの田村敦史さんが語ってましたよ、で、その中で田村敦史さんは4回泣けるって話をされていた。で隊長に聞いたんですよ、泣けましたかと。我々あのちゃんとプペルを映画館でプペってきましたと、で大将泣けましたかと、泣きました。僕はまあ泣きはしないですけど、はい、プロモーションビデオで泣きそうですなるほど、はい、僕はその絵本ではうるっときたけど、映画館ではもう常になんか、ああそうねそうねと思いながら、結構フラットな感じで見ていた、ところをディスってきたんですよそう、あの僕じゃないですよ、はい、厚さん、厚さんが何ておっしゃったんでしたっけ。厚さんがあの映画はこう何かに挑戦してる人、はい、この西野さんとか、はい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 、がこうみんなからこう叩かれたりとかしてる中で、はいはい、夢を追い求めて、はい、まあ、そういうやったことないことに挑戦してる人、はい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 、だからこうみんなこう映画を見て、はい、空に星があるんだとかみんな知ってるから、はい、知ってるんだけど、はい、みんな星なんかないって思ってる中で、思ってる世界で、世界で星があるんだって、はい、本当にあるかどうかもわからないものに挑戦するみたいな、はい、そういうところにこの泣けたみたいな、はいはい、それが4回だいたいみんな2回泣けるポイントがあるって言うんですけど、僕は4回泣けるポイントがありますみたいな、ね、それは挑戦してるっていうのと重ね合わせたわけですね、っていうことは、なんやと、わしは挑戦しとらんのかとっていうのを、で隊長も僕もなんかその淳さんが言ってることは分かります、分かります、僕も挑戦してるから、挑戦、そう、で死ぬかもしれない、なんかこのマウンティング挑戦してますマウンティングにちょっとイラッとしましてですね、急遽この動画を上げておりますと、ゴールはないんですけどね、はいはい、どこに持ってきたいはないんですけど、っていうなんかこの重ね合わせるっていうのは、まあ、ある、あるのかな、それがまあ自分なのか、はい、その自分の好きなそういう芸能人、はいはい、そういう人なのかっていうところですよね。あ、だとするとこの僕の中ではプペルを見て、僕みたいになんかその感動できなかった人、なんかあの二等兵の場合は違うポイントがありそうな気がしますけどね、これを見て動画で喋らないといけない、何を喋ろうかなるほどみたいなことを感じながら見てる。確かにあのこの西野さんのその不安層を敵に回したくない、からあのうかつなことは言えないとかはありますし、ただ今やたら西野さんを落とそうとする空気ってありますか。ありますね。それはなんかかっこ悪いと思うんですよ。僕も別にあの
やたら教祖様って言うじゃないですか、うんうん、西野さんのこと、うんうん、なんかそうかとは思うんですよ、うんうん、そんなに怪しいことしてますかと。別にそんなに怪しいことはしてないですよね。そうで僕は別にあの、クラウド違う1000円とりあえずオンラインサロン、オンラインサロンには入ってないんですけど、うん、いや別になんか単純に素直にすごいなとは思うんです、うんうん、世界を作り上げていく力、うんうんうん、ここオンラインサロンに入って、はい、オンラインサロンから問い合わせが来たんですよ。オンラインサロンのメンバーです、今度ルームメイト遊びに行っていいですか。なるほど、うん、だと、うん、やっぱり、うん、そっちの方にもつきたくないんですよね、落とそうとする人たち。なんか、うん、あ昔から嫌いだったとかっていう芸能人が増えたりとか、うん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 、まあニュースもまあなんかでもファンが増えるってことはアンチも増える。だと今ここが無風状態なのは、うん、ファンがいないから、うん、そんなにこうアンチができるほどのファンがいないから確かに多分これなんか10万人とかになると、はい、もう大したこと言ってないですから、びっくりする人は多分いっぱいいると思うんですよ。なるほど。あと、まあ、思うのは、うん、まあ、これも、うん、挑戦の過程だと僕は思ってる、まあ、これも挑戦の過程だとは思ってます。あのエヴァンゲリオンの動画が伸びないとか、うんうんうん、まあ、そりゃそうですよね、うん、そりゃそうですよねと思いながら、うん、撮ってる、うん、でもまあ多分こうやってみんな YouTube を始めてやめていくんだろうなとは思うんですよ、うんうんうん、こういうところで壁にぶち当たってみたいな、そう全然伸びないみたいな、うんうんうん、動画投稿してチャンネル数が減る減るってもうほっとくと増えていくが、うん、上げた瞬間に減るっていう、うん、この状況ね、うん、で今日もあの撮る前に1時間ぐらいうだうだと喋、うんうん、ることがないと、うん、で絞り集めたものを重ね合わせるっていう一縷の望みで今ここで喋っております、うん、皆さん見ましたかね。あでもモコさんとか良かったって言ってます。あそうチャンネル登録者のモコ、うんまあ、隊員ですよね。隊員のモコさんは見て泣けたと泣けたと。だとするとその、うん、やっぱり挑戦してる人は泣けるのかもしれないですね。だからあの絵本の時に泣けたって言ってたじゃん。絵本の時はあの、うん、単純にすごいと思いましたよ、うん、あクオリティとかね、うん、クオリティでも泣けないじゃないですか。いや絵本内容ですよね。泣けるって感情がこうあすごい絵を見てポロポロって泣くのは4の人ありそうですけど。でもなんか絵本、うん、僕が子供の、うんまあ、子供に買い与える絵本とか、うんうん、で見る絵本の、うんうんクオリティとはちょっと違ったんです、ねうんうん、絵のクオリティが、うんうん、だからおおすげえと思って、うんうんでまあ、話自体はもう汚れてしまった大人なので、うんうん、なんていうんだろう、もういろんな物語を知ってるじゃないですか、うんうんうん、だからああだったんですよ。まあまあそうだよねって、あそうハッピーエンドだよねって、うん、西野さんは、はい、あの映画は、はい、もう最初から結論がみんな分かってる。あもちろん、うん、そうですね。もう星があることはみんな知ってる。知ってる。まあそうですね。はいはいはい。でその上で見る映画だからみたいなことは言ってたんですよね。まあそうだから、うん、大人なので、うん、あのだからそういう子供の目線で見ちゃ子供、うん、そこと一緒にしちゃダメなんですよね。そこと一緒にしちゃダメだし、もうよくあの展開が読みましたみたいなことを言ってくる人がいる。そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。そりゃそうだよなんですよね。っていう話だから、はい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 、そういう話はもう問題外なみたいな。そりゃそうだ。そりゃそうだ。そりゃそう思う。うん、だとするとまあなんかこのなんていうんだろうあの今一応我々の動画もこの編集してパチパチ上げるじゃないですか。うんうんうん、これも一回なんかその全部上げちゃうかですね。全部上げちゃうって言って編集せずに、編集せずにどれだけ下手か、どれだけ下手か普段見てる動画もめちゃめちゃ下手なのに、うんうん、さらに下手だよって、意味のないところがいっぱいあるみたいな、意味のないところがいっぱいある、うん、減るかもしれないですよ。僕の中では挑戦の一環だったが、うん、そのプペルを見て、うん、感動できるできないは、うん、挑戦してるかしてないかのリトマス紙かもしれない、うん、でこの挑戦してる苦しい状態にいるわけじゃないですか。
はい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 、でそこでまだ抜けてない状況じゃないですか、はい、M8 は抜けてないそうで、はいはい、これを抜けた時に見たら感動するかもしれないし、隊長は仕事が、うん、あの経営者ですと、うん、僕はあのなんていうんだろう、仕事してなくてもお金もらえるサラリーマンです、うん、仕事してるんですけどね、うん、仕事はしますよ、ね、うん、でもまあそういう違い要はコロナ禍でも、うん、今まあ会社が続く限りは給料はもらえる人と、うん、自分で何とかしなきゃいけない人のこのやっぱ違いはありますよね、うん、っていうのはやっぱりそのプペルを見る上でちょっとあるのかもしれないなと思いました。僕もまだこう抜けてない状態じゃないですか、この自分の会社自体も、はいはいはい、M8 もドーンと抜けてないですね、抜けてない状態っていうので、はい、あの映画を見ると、はい、もう応援されてる気がするんですよ、大丈夫だから頑張れ、保証あるんだ、相変わらずそんな全然思わなかった全然思わなかったいう、だから M8 も星がある、はい、あるんだって信じ抜けですよ、だから僕あるんですかねあるんですかねって思ってるんですけどね、うん、っていうところにこう、うん、なんていうか共感、共感っていうか、だから共感じゃないんですよね、応援されてる気がしたっていう西野さんがっていう、 どうですか、うん、どうですか皆さん挑戦してますか、うん、だから挑戦がまだ抜けてないけど、はいはい、大丈夫、信じて進めみたいな、あ、そっかそっか、うん、そうですね、でも今打つと僕はもう今、うん、あ、そっか、でもこの結論を出さなきゃいけないですね出さないといけないのかな結論は出さなくてもいいけど、まあ、締めなきゃいけないですよねそうし、どうオチを作るか、報道番組のオチって何ですかね、報道番組は事実を伝えたらおしまいじゃないですか、次のニュースです、うん、なるほど事実は、うん、みんな苦しくないんですかね、じゃあみんな苦しくないっていうと今そう、要は、うん、上げてる人たち、あー、YouTube 他の YouTube の人たち、うん、まあ苦しいんで辞めるんだと思うんですよね、あー、はいはい、で、夢を諦められない人が続けるわけじゃないですか、うん、そっか、うん、で、まあ、YouTube だけじゃなくてお笑い芸人とかでもそうですよね、多分そうですね、うん、でもまあ人生はやめることはできないですもんね、うんうんうん、じゃあ、まあ、戦えってことですかね、戦えってことじゃないですかね、あ、まあ、僕的には戦えってことですね、うんうんうん、逃げちゃダメだ、うんうん、まあ、僕の中ではずっと、うん、ただそれは人によっては苦しいかもしれない、苦しいかもしれない、はい、何もないですけどね、うん、だからまあやりたいことがあるならまあやれですよね、そこに向かって進むしかない、僕これ今日このままあげますよどうぞどうぞという感じ、はい、うん、皆さんは、皆さんどうかちょっと、ね、土曜日の午前中を有効に使ってますでしょうか、うん、またコメントが、なんかご意見あればコメントで、うんうん、あのまだアンチもつかない、つかない無風状態のチャンネルですが、うん、無風っていうかこうみんな優しい人ばっかり、今のところそうですねそう優しい人しかいない、優しい人ばっかり、はい、うん、いい人ばっかりなところに、はい、いつかそのうちアンチが来るかもしれない、そうですね、うん、有吉さんでいうバカに見つかるっていうことですね、そう、はいはいはい、すいません、なんか、うん、ちょっと昨日から、うん、まあ、いろいろ仕事とかでも、うんうん、なんかあるんですよね、まあ、ありますよ、ありますよね、やっぱり、あります、なんでこんなこと言われるのかなとかまあ僕は人に言われることはないですけどね、あ、うん、みんな大変なんじゃないですか、言ってくる人も、まあ、そうです、まあ、みんな大、うん、落ちてるんですよっていうのをやってるはずなのに、うんうん、私も日々苦しんでます、うん、そう、はい、だからあの偉そうに言える立場じゃない人がやってます、うん、と思ってるんですけど、うん、他の人たちは違うのかって思ってるんですよね、まだ、なんか下り顔でみんな喋ってるけどさ、そんなお釈迦様みたいな人はそういないですよ、
です、うん、だから歌、うん、って思いながらやってますよ、うん、それでも何か伝えられることがあればぐらいの、あ、うちのスタンスとしてはそうですね、うん、あ、そう、僕たちはそう、うん、私はそう思ってます、うん、はい、でみんなで考えられればと、うん、だから皆さんの声が、うん、なんか、うん、頑張ろうって思ったりとか、うんうんうん、してます、はい、はい、ちょっと皮膚を変えていいのかな、いいですかね、いいすこんなこんなんで、うん、いきましょう、じゃあやりましょう、これこのまま、このままポイってあげますけど、はい、2倍速で聞いてもらっても多分、うん、十分だと思います、はいはい、ありがとう、ありがありがとうございました、ありがとうございました、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします、ありがとうございました。